かなと。慣れていく必要はありますよね。まあ、やっぱり美味しいレストラン調べ方っていうと、フィリピンプライマーを見られたりとか、ネットで結構、現地在住者が僕も含めて出てくるので。あと、マニラでおすすめだと、やっぱり、ですね、モールオブエーシアですかね、海沿いにある。一番大きくて、まあ、治安もそんなに悪くないパサイっていう場所にあるので、いいかなと思います。セブだと、まあ、アヤラですかね、アヤラモール、高級モールって言われるんですけども、結構、いろいろ揃ってて楽しい場所ですね。まあ、モール相場っていうと、やっぱり、センチュリー24とかですね、ユニクロとかあるんですけども、世界的に展開しているところはそんなに価格安くなってないっていうのがあれですね。ブランド関係は基本的に、同じような価格でやってると思います。まあ、現地の値段、基本的に全然日本よりも安いんですけども、やっぱり、チェーン店でやってる、